聖書を拝読します。ルカ16の22から26までです。さて、この貧しい人は死んで御使いたちによってアブラハムの懐に連れて行かれた。金持ちも死んで葬られた。その金持ちはハデスで苦しみながら目を上げると、アブラハムが遥か彼方に見えた。しかもその懐にラザロが見えた。彼は叫んでいた。父アブラハム様、私を憐れんでください。ラザロが指先を水に浸して私の舌を冷やすように、ラザロを起こしてください。私はこの炎の中で苦しくてたまりません。アブラハムは言った。これを思い出してみなさい。お前は生きている間良いものを受け、ラザロは生きている間悪いものを受けていました。しかし今ここであなたは、彼は慰められ、お前は苦しみをもだえているのです。そればかりでなく、私たちとお前たちの間には大きな落ちがあります。ここからそちらへと渡ろうとしても渡れないし、そこからこちらへ越えてくることもできないのです。アーメン。愛する聖徒の皆さん、全世界と全国の司教会、司聖殿、全世界でインターネットで礼拝を捧げている聖徒の皆さん、 GCN 視聴者の皆さん、地獄6回目です。皆さん、地獄のメッセージは本当に必要です。今日世界のあちこちで自殺する人が多くてとてももどかしいです。韓国でも自殺する人が多いです。芸能人の中でも俳優、タレント、歌手など多くの人が自殺しています。毎年増えているらしいですが、地獄について知っているなら自殺しないでしょうが、地獄も天国も知らないから、主にうつ病で苦しんでいてついに自殺したりするのです。でも皆さんは地獄と天国があることを知っているから、どれほど感謝なことでしょうか。今日は舌の読みについて伝えます。本文ルカ16の24で、金持ちがアブラハムに次のように頼みます。父アブラハム様、私を憐れんでください。ラザロが指先を水に浸して私の舌を冷やすように、ラザロをよこしてください。私はこの炎の中で苦しくてたまりません。今金持ちが炎の中で苦しんでいるどころがハデス、つまり舌の読みです。舌の読みは救われなかった人が人異様の地獄に入る前に待機するところです。この舌の読みでは誰がどんな刑罰を受けているのかお伝えします。この時間メッセージが命になって、皆さんすべてが明るい光の中にとどまりますよう、主の皆によって祈ります。愛する生徒の皆さん、今日の説明に入る前にこれまでの内容を簡単に調べてみましょう。ある人は天国と地獄の存在を信じません。死んで初めてわかると言ったりします。しかし天国と地獄は確かにあります。死んでから分かってもその時はすでに手遅れなのです。聖書は地獄が存在することを証ししています。また神だけが行われる不思議と印が聖書のすべてが真実であることを裏付けています。なぜ神様がこの教会に地獄と天国について詳しく教えて本にして全世界に伝えるようになさったのでしょうか。この教会では聖書にある印と不思議と神の力技が現れているから、地獄と天国の本を発刊すればそれが信じられるのではありませんか。印と不思議と神の力が現れる教会が発刊した本だから、もっと信憑性があるのです。ところが天国と地獄について伝えると、ある人は神様は愛なのにどうしてこんな怖い地獄を作られたのでしょうかと質問したりします。農作業をすれば麦だけ出るのではありません。農夫が血の汗を流して労苦しても殻も出ます。農夫が望んで殻が出るのでしょうか。望んでもないのに出るのです。神様がこの地上に人を作って工作された結果も同じです。神様に似た麦のような人も出ますが、そうでない殻のようなものも出ます。
誰が空になりなさいと言いましたか？自分たちが空になっていくのです。空は天国に入れることができないので、やむを得ず地獄を置かれたのです。神様は愛そのものの方です。一人も地獄に行かないでほしいと思っておられます。私は何としてでも一人でも多く救おうとする神様のこういう心を痛いほど感じています。死に至る罪を犯す人がいれば、神様は厳しく警告なさって、講談でメッセージを通して悟らせてをまた悟らせてくださいます。神様も忍耐を持って待ってくださるのですが、それでも聞かないから、ついに御顔を背けられて、その結果重い病気にかかったり事故に遭ったりするのです。それでも何としてでも心を砕いて悔い改めるようにして救おうとされるのです。恥ずかしい救いでも受けるようにしてくださろうとするのです。そうやって忍耐を持って待ちながら、主のしもべを通してメッセージを伝えるようにしてくださっても、聞き従わないでことさらに罪を貸し付けるから、仕方なく神様も完全に御顔を背けられるのです。その時はもう救われる道がないのです。それで罪人のために独り子を使わして罪の問題を解決してくださいました。また聖霊を使わせてくださいました。聖霊様は弱い人の子らが罪を捨てて御言葉通りに生きるように助けてくださいます。皆さんの心にイエス様を救い主として受け入れた時、聖霊を賜物として与えてくださいます。それで皆さんの心におられ、そんなふうに生きてはいけない、罪を犯してはいけない、罪を犯せば救われないといつも心を叩いてくださるのです。なのに聞かないで自分で地獄の道を選ぶのであって、神様が行かせるのではないのです。神様は何としてでも主のしもべを用いて罪を犯さないで救われるようにといつも悟らせてくださったのです。父なる神様は救われる一抹の可能性でもあれば、その人を決して放っておかれません。例えば善で正しい神様は、救い主イエス様のことを聞けないまま死んだ人にも救いの道を開いてくださいました。またあまりにも小さい時に死んで主を信じる機会がなかった子供にも救いの道を開いてくださいました。その道とは良心裁きです。また自分の弟を殺したカインも、全人類を死の道へ向かわせたアダムとエヴァも、彼らが悔い改めたら救ってくださいました。それなのに大勢の人がこのように深い神様の愛を理解しようとするより、よく誤解します。もどかしいことです。今この瞬間も私たち人の子らを救うために私たちより力を尽くしておられる三位一体の神様の切なる愛が感じられますように。生徒の皆さん、天国と地獄を理解するためには、まず黄泉という空間を知らなければならないと言いました。黄泉は天国に属する上の黄泉と地獄に属する下の黄泉に分かれます。天国に属する上の黄泉は救われた人が待機する場所です。旧約時代、もっと正確には主が十字架を追われる前は、救われた人がこの上の黄泉に待機していました。しかし主がよみがえられた後は、救われた人は主の空中降臨まで天国のパラダイスにある待機場所にとどまります。上の黄泉には3日間だけいます。これは肉の体から抜け出た霊が霊の世界に適応する期間です。私たちが第一の天、この地上に生きていて、他の天、他の空間に移動すると、ここと環境とか空気など全てが違うので、適応する時間が必要なのです。そして次にどこに行ってどうするのかも学ぶようになります。上の黄泉は妊娠6ヶ月以上の胎児が死んだ場合、永遠にとどまる場所でもあります。この地上に生まれることもなく、工作を受けもしなかったので、このように別の空間にとどまるのです。胎児が6ヶ月になると霊が与えられるので、仮に
体内で死んだとしても、その霊は永遠に不滅なのです。でも何の工作も受けなかったし、この世の何かの知識を学んだのでもないから、上の読みにとどまるようにしてくださったのです。下の読みは救われなかった人の待機場所です。人類の歴史が始まって以来、救われずに死んだ人々はすでに地獄に入ったのではありません。彼らは人間工作が全部終わって白い御座の大審判を受けた後、初めて火の池か硫黄の池に入ります。黙示録20章で使徒ヨハネが海と死とハデスが死者を出し、命の書に名が記されていないものは裁かれて火の池に投げ込まれたと見たことを記しました。命の書に名が記されていない人が裁かれるのです。だから皆さんはそんなことがないように、特に死に至る罪は犯してはいけないのです。地獄の構造をもう一度見てみましょう。地獄の一番上の部分が下の読みです。下の方に行くとさらに深い地獄、すなわち大審判の後入る火の池、家の池があります。最も深いところには悪い霊どもを閉じ込めておく底知れぬところがあります。もちろん地獄が実際こういう形をしているのではありません。この絵は地獄の構造を理解しやすく一つの模型として作ったものです。これで地獄はこのように深さと次元が違う空間がいくつがあるのだとくらいに理解しておけばいいでしょう。救われずに死んだ人は今下の読みで刑罰を受けながら閉じ込められています。その中には数千年前に死んだ人も、ほんの数日前に死んだ人もいます。長くは数千年間、自分が犯した罪に応じてむごい刑罰を受けているのです。生徒の皆さん、臨終の表情を見ると救われたかどうかがある程度わかります。生きている時に霊の目が開かれなかった人も、息が絶える前、最後の瞬間には霊の目が開かれて霊の世界を見ることがよくあります。救われた人はこの時二人の御使いを見ます。白い衣を着た御使いです。これは天国に導くために迎えに来た御使いです。人に息がある間は空中で二人の御使いが待機しています。息が与えたら連れていくために、死ぬ直前にはそれが見えるから、救われた人は安らかに臨終を迎えるようになるのです。明るい光の中で待っている御使いを見た人は方言で安らかに目を閉じます。皆さんもお葬式に行ってみれば、クリスチャンとノンクリスチャンは臨終の時全然違うのがわかるでしょう。救われた人は安らかに眠るように亡くなるのです。死体も割合長く硬直しません。1日2日経っても眠っているように見えるくらい生きていた時の姿のままです。反対に救われなかった人が死ぬと、二人の地獄の使いが来て下の読みに引いていきます。死ぬ直前に霊の目が開かれてこの地獄の使いを見た人は恐怖で真っ青になって息を引き取ります。地獄の使いは黒い服を着て黒い帽子をかぶっています。恐れと苦しみの中で死んでいくのです。それで顔色も土色で体も硬直しています。目を開いたまま死ぬ場合もあります。信仰が弱い人の場合、救われたかどうか確かでないので、御使いと地獄の使いがこの人をめぐって争ったりします。御使いが連れて行こうとすれば、地獄の使いがこの人には救われるような信仰がないと言って訴え続けます。こういう場合、信仰の強い人が行って礼拝を捧げて賛美をしなければなりません。救われるような信仰を持つように信仰を植え続けなければなりません。皆さん、そういう時は主のたっと一に関する賛美を歌わなければなりません。天国に関する賛美ではなくて、本人にも敵である悪魔にも、この人は主のたっと一で罪許されて救われた神の子供であることを示す、そういう賛美を
歌ってこそ、信仰の弱い本人が信仰を持つようになるのです。今地獄か天国かの分かれ道に置かれている人のためには、そういう賛美を歌うのですが、完全に救われた人なら天国に関する賛美を歌ったらもっといいでしょう。天国と地獄の分かれ道に立っている人はどれほど切羽詰まっているでしょうか。こういうことを知って、家族と隣人を今のうちに努めて伝道しますように。こうしてでも救われて天国に行けばそれでも幸いです。救われなかった人は二人の地獄の使いによって下の黄泉に連れて行かれます。そして大きい穴のようなところに投げ込まれます。救われた人は体から抜け出た後、上の黄泉で3日間適応期間があると言いました。そのように救われなかった人も下の黄泉の待機場所で3日間とどまります。大きい穴がこの待機場所です。救われなかった人も肉の体を抜いた直後は全てが不慣れでぎこちないです。ですから地獄という霊の世界に適応する時間が必要なのです。救われた人が上の黄泉やパラダイスにいるときは喜びと平安だけがあります。救われたから涙、悲しみ、苦しみのあるこの地上での人生が過ぎ去ったからです。この後は栄光のうちに生きていけるという希望でいっぱいで幸せです。しかし下の黄泉はこのように休む場所ではありません。この地上の悲しみ、苦しみと比べられないむごい苦しみが始まるところです。何の望みも持てないし、ひどい苦しみがますます加わるだけです。地獄の使いに引いてこられて待機場所、すなわち大きい穴に投げ込まれた時からゾッとする現実に直面します。大きくて鋭いくちばしを持った鳥が飛んできて穴の中にいる人を激しくつつきます。この鳥はこの地上の鳥とは違います。不気味で醜く変わってしまった霊の世界のものです。すでに死んでそちらに行った人が苦しみを感じるだろうかと思うかもしれません。しかしこの鳥もその世界にいるものなので害を加えることができるのです。この鳥につつかれるとひどい痛みを感じます。鋭いくちばしでつつかれるたびに肉が裂けて血が出て皮が剥がれていきます。避けようとしても避ける場所がないので、穴の中でただ悲鳴を上げながらもがいたり身をすくめるばかりです。無数の人が巨大な穴の中で無我夢中でもがいている姿を想像してみてください。地獄を信じなかった人もこうなると、地獄は本当にあるんだ、これからどうしたらいいんだと思って身震いします。帰る道もないし、このゾッとする現実から抜け出せるように助ける人もいません。仮にその人の親か子供が新しいエルサレムに行ったとしても、助ける力があるのではありません。そこから救い出すことはできないのです。大きい穴で3日間過ごした人は、自分の犯した罪とその重さに応じて刑罰を受ける場所に移されます。皆さん、伝道するときたまにこういう人がいますね。自分の妻が信仰生活を熱心にしていて、自分のために祈ってくれているから、妻が行く天国に自分もついていけるとかいう男性の方がいますね。でも絶対そんなことはありません。天国もとても広いのですが、地獄という空間も広くて深いです。地獄の一部である下の黄泉にも待機場所をはじめ数多くの場所があります。どの場所にも救われなかった人が無数に収容されています。下の黄泉は暗くて湿っぽいのに炎が絶えず燃え上がっています。裏寂しく不快で鳥肌が立ちます。絶えず打って裂いて引き裂く拷問のため、休む間もなく悲鳴を上げてうめきます。目があっても目があると言えず、口があっても口があると言えません。
手と足があってもあるように感じない苦しみをどうして全部表現できるでしょうか。この地上では腕や足が一度切られたらそれで終わりです。いくらひどく苦しんでも死ねばそれまでです。また気絶でもすればわずかな間でもひどい苦しみから逃れられます。しかしここでは手足首どこを切ってもまたつくのです。血を流しても流しても終わりがありません。例えば皆さんがこの地上で戦争で腕を一本失ったとしても、天国か地獄に行けば元通りに回復するのです。肛門で皮がむけて骨が砕けて臓器が外へ流れ出てもしばらくすると元通りになります。すると肛門は初めからまた始まります。刑罰がずっと繰り返されるのです。霊は永遠不滅の存在なので死ぬこともできません。自殺すればこの世からはいなくなるのですが、その霊は不滅なのです。自殺したから地獄に行って永遠に刑罰を受けなければならないのです。ほんの少しの休みも許されません。ひどい苦しみで泣き叫ぶ声、鼓膜を突き刺すような鋭い悲鳴、うめき声が絶え間なく聞こえてきます。生徒の皆さん、戦場のむごたらしい風景を想像してみてください。年配の方の中には激戦を自分で体験した方もいるでしょう。映画や歴史ドラマで間接的に見た方もいるでしょう。韓国の歴史ドラマとか映画を見ると、例えば朝鮮王朝の時、王に反逆した臣下たちが拷問を受けて処刑される場面が出てきますね。でなければ昔濡れ衣を着せられた人とか罪人を拷問する場面を見ると、非常にむごたらしいです。椅子に座った状態で足を固定して、二つの木の棒を二ももの間に挟み、両端をクロスするようにねじれば骨が曲がって激しい痛みで苦しみます。それだけでなく、ガラスなどの破片を敷いてその上に座らせて、膝の上に大きい石を乗せて拷問したりもします。それでも吐かなければ焼きごてで拷問します。燃え盛る火で固定を熱して背中とか胸に押し付けるのです。そうやって耐えられなくて気絶すれば、水をかけて目を覚まさせてまた拷問するのです。それは昔の拷問方法ですが、今日はもっと苦しみを与えるいろんなむごたらしい拷問方法があるでしょう。戦いが激しかったところでは、怪我をした人があちこちに倒れてうめいています。自分の腕や足がちぎれて遠くにあるのを見て泣き叫ぶ人、眼球が飛び出した人、頭から割れて脳髄まで流れ出て頭が割れて脳髄まで流れ出ている人、あちこちから聞こえてくる凄ましい爆音に 手を差し伸ばしている同僚も振り切って我先に逃げ出す兵士たち、雨臭い血の匂い、うめきと悲鳴、泣き叫び、このように混乱した戦場を生き地獄と言います。これとは比べられない、あまりにも恐ろしくてむごたらしいところが地獄です。耐え難い刑罰で苦しみながら、どうすればこの苦しみから逃れられるだろうと悩んでも一筋の希望も見えません。見えるのは決して出られない下の黄泉というむごい現実だけです。それに加えてさらに深いところでメラメラと燃えている火と硫黄の地獄が見えます。彼らは自分が最後に火の池か硫黄の池に落ちることを知っています。千年王国が終わった後、大審判を経て自分が火の池に落ちるか硫黄の池に落ちるかすでに知っているのです。
監獄にしょっちゅう出入りする人は、捕まったらすでに自分の懲役が 何ヶ月になるか何年になるのか大体分かります。同じように下の読みにいる人は、自分が千年王国の後白い御座の大審判で火の池に落ちるか硫黄の池に落ちるかすでに知っているのです。このような未来に対する恐れがあるので、今の拷問による苦しみに精神的な苦しみまで加わります。その地獄を見ながら、ここもこんなに苦しいのに、あの火の中はどうなんだろう、どんなにもっと苦しいだろうか、どうやって耐えようか、なんでここに来たんだろうと悔やんではまた悔やみます。際限なくため息をついて嘆くばかりです。次からは年齢に応じて、罪の重さに応じて受ける下の読みの刑罰について詳しく説明いたします。結論です。愛する聖徒の皆さん、ヨーロッパのある都市で父に悲しいことがありました。一部の無神論者、つまり神はいないと主張する人たちが、バスに次のような看板をつけたそうです。イギリスであったことです。多分神はいないだろう、もう心配をやめて人生を楽しめという文句でした。画面に出ていますね。 There is probably no God. Now stop worrying and enjoy your life. 人生を楽しめと言っています。多分神はいないだろう。多分とは言ってますね。完全に否認はできないで、もう心配をやめて人生を楽しめ。これは進化論を提唱したチャールズ・ダーウィンの生誕200周年を記念行事に合わせて起きたことだそうです。神がいないなら本当に人生を楽しめるでしょうか。皆さんは神がいない人生、正確に表現すれば神様がおられない人生を想像したことがあるでしょうか。多分想像さえできないでしょう。神様がおられないなら何の楽しみがあって生きるでしょうか。もちろん私たちは神様を信じているので、多くを自制して狭い道を歩んでいます。しかし決して無理に辛そうにではありません。これが信仰なのです。使徒パウロがローマ8-18で、今の時のいろいろな苦しみは将来私たちに掲示されようとしている栄光に比べれば取るに足りないものと私は考えますと告白した通り、将来受ける栄光を信じて望みを持って喜んで歩みます。何よりも父なる神様の愛を毎日感じて体験するので、幸せの心で走っていきます。この世のすべての人が神という存在を認めないで全く信じないなら、世の中がどうなるでしょうか。良心もなくなるでしょうし、自分の利益ばかり求めて生きるでしょう。さらに悪を積むでしょうし、力の強い人だけが生き残って、弱い人は強い人に虐げられるでしょう。神様がおられないなら天国も地獄もないでしょう。それなら思い切り楽しめるでしょうか。決してそうではありません。法のない社会は無秩序で乱れます。同じように神様の公義、絶対的な真理のない世は決して楽なはずがありません。教会に通っていない人も、漠然とはいえ神の存在は信じるから、良心によってある程度は認めるから、少しとはいえ良心の呵責は感じるのだし、社会の秩序もある程度保たれるのです。でも神の存在を完全に否認するなら、良心もなくなるし、自分勝手に生きるでしょう。やりたい放題、罪も犯したい放題で、自分の利益ばかり求めて生きるでしょう。すると世がどれほど乱れるでしょうか。誰が誠の善を追い求めて生きるでしょうか。誰が隣人のために自分を犠牲にするでしょうか。ほとんどの人が短い人生を最大限楽しもうと欲を追い、自分の利益を追い求めて生きるでしょう。こんな世こそ苦しい地獄でしょう。皆さんは毎日御言葉の通り、ただ善を追って生きて、
地獄と全く関わりのない方になりますように。敵である悪魔サタンが皆さんをどうやって地獄に引いていくのか知っていてください。目には見えなくても悪魔サタンが皆さんを操って罪を犯すようにするのです。そうやって神様から遠ざかって地獄に行くようにするのです。罪に染まっていけばだんだん神様と遠くなるから。今日は中高生も若者も小さい子どもまでインターネット依存の人が多いです。私は生徒の皆さんの子どもたちを見ていると、どうしてあんなふうに育てたのだろうかと考える時があります。おとなしくイエス様に似るように育てればいいのに、どうしてあんなに落ち着きがないんだろうと。愛する生徒の皆さん、私は子どもたちが見ている前で一度も祈祷委員長と喧嘩したことがありません。もちろん見ていないところでも喧嘩することはありませんでした。だから娘たちは教会を開拓する前も、私が初心の者だった時も、お金がなくて貧しいからとかいい服を着られないからと言って文句を言ったことがありません。家庭が平和だから、親が仲いいし家庭が平和だから、お金がないとか貧しいとかは何の問題にもならないのです。ただ幸せに育ったのです。そして祈って聖書を読んで安心して熱心に教会に通ったのです。だから3人とも神様に大いに用いられているではありませんか。でも子どもが見ている前で親がしょっちゅう喧嘩してしかも貧しいなら、子どもたちがどんなにつらい思いをするでしょうか。そういう環境で育った子どもはほとんどぐれてしまいます。誰かが誘惑すればすぐ心を許すのです。親が仲良くて平和で居心地が良くて天国のような家庭で育ったなら誘惑されるはずがないでしょうが、そうじゃないから誰かがいいもので誘惑すればすぐ釣られて家出をしてしまったりするのです。でなければ夜遅くまで家に帰ってこないし、早くから異性と付き合って間違った道に向かってしまい、身も心も傷つくのです。これは親の責任が多いです。そして子どもたちのインターネット依存はすでに社会問題になっています。インターネットにはまってしまったら勉強もしたくないし、教会にも行きたくないし、礼拝も祈りも嫌になるのです。親に言われて嫌々ながら礼拝に来てはいても、ゲームのことばかり考えているのです。すでに依存症になっていて抜け出せないのです。やめようとしてもやめられないし、これは親の責任です。そんな状態ならいくら言い聞かせても叱っても効き目がないのです。すでに精神的にそんなものに依存しているから、どうしましょう。ご両親の皆さん、そしてこれから子供を産む計画のある方々も、身ごもった時から教育しなければなりません。教育方法は私が教えたことがありますね。妊娠6ヶ月目からは教育が必要です。5ヶ月まではいいのですが、6ヶ月になると霊が与えられるから、その時からは
お母さんがどんなふうに考えて話して行うかが、その子に影響を与えるのです。良い心で良い言葉、きれいな言葉を使えば、お腹の赤ちゃんもいい子に育つのですが、お母さんに悪い心、誰かを憎む心、妬む心があるなら、その心が赤ちゃんにそのまま伝えられて、そんな性質の子に育つのです。だから妊娠6ヶ月目から教育が必要なのです。生まれてからは言うまでもないでしょう。神様を信じることが努力で大きい祝福なのか、毎日悟って体験しますよう、主の皆によって祈ります。聞いたメッセージを思い出して祈りましょう。ハレルヤ、父なる神様、感謝いたします。今日愛する読者を通して下の読みについてのメッセージを聞きました。このような教会に地獄と天国について明らかに明かしてくださり感謝いたします。それを知ってこそ地獄に行かないで天国に行けるからです。その神様の愛を心から感じるようにしてください。神様は忍耐を持って待ってくださり、何としてでも救おうとされる方です。救われなかった人が死ねば下の黄泉に引いていかれます。そこでどんな苦しみを受けるのか、私たちは考えながら多くの人に伝道して、皆が救われるように、天国に行くようにしてください。イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。映像で用意された同会長先生の癒しの祈りを受けます。具合の悪いところや患いのあるところに手を当てて、心の願いがある方は胸に手を置いて信仰を持って祈りを受けますように。ハレルヤ、全能の愛であられる父なる神様、この時間祈りを受けるすべての生徒の家に安守してください。 GCN 放送とインターネットと映像で祈りを受ける司教会と司聖殿、全世界の神の子どもたちの家にも時間と空間を超えて働いてください。信じられる信仰を与えて、否定的な思いと疑いの勢力、あらゆる試練と困難も退けてください。頭からつま先まで、五臓六腑、骨の節々、全身の神経組織、細胞など具合の悪いところは皆精霊の火で焼き尽くして、初めの光で働いてください。イエス・キリストの皆によって命じる敵である悪魔、サタン、すべての病気、病原菌、患いを下がれ、光を望め、不治の病、難病も精霊の火で焼き尽くして完全に癒してください。マラリアなどあらゆる風土病も退けてください。風邪、咳、熱、疲れ、インフルエンザなどの流行性の病気も下がれ、どんな流行性の病気、病原菌も入らないように守ってください。胃がん、肺がん、肝臓がん、乳がん、子宮がん、大腸がん、皮膚がんなどあらゆるがんと、エイズ、白血病、脳卒中、高血圧、低血圧、心臓病、肺と胃腸の病気、糖尿、婦人病、皮膚病、甲状腺疾患とすべての炎症も完全に癒してください。小児麻痺、中部関節炎、ヘルニアも完全になり、腰痛、頭痛、神経痛など痛みは皆消えされ、転換、自閉症、うつ病、躁うつ病、ノイローゼなど精神疾患も下がれ、すべての麻痺も解けて、立ち上がり、歩き、走れ、目もよく見えて、耳もよく聞こえるようにしてください。全く見えないものは見えて、聞こえないものは聞こえて、口の聞けないものは物を言いなさい。事故の後遺症も完全に癒して、折れた骨もつけてください。やけども完全に癒してください。熱気を下がれ、熱も下がれ、父よ、傷跡もないように働いてください。麻薬など薬物と毒物、劇物の中毒も完全に癒されなさい。死んだ神経と細胞が生き返って、死んだものも生き返らせてください。身ごもりの祝福も与えてください。身ごもりの祝福を受けよ。イエス・キリストの皆によって命じる敵である悪魔、サタン、空中の権威を持つ支配者である悪い霊どもよ、下がれ、その使い立ちも下がれ、この地上の悪い霊、汚れた霊、偽り欺きの霊、争いを起こして惑わす霊は
闇は皆下がれ、すべての悪の絆を解いて、闇を下がれ、光を望め、父なる神様、主を呼び求めて祈れるように、罪を捨てて清められるように、強くしてください。魂に幸いを得ているように、すべての点でも幸いをくださり、家庭も福音化されますように。一週間もあらゆる事故と災いから守って、何をしても栄えるように祝福してください。聖霊の炎の壁で天の軍勢御使いと燃える主の燃える炎のような御目で神の子供たちと家庭職場事業の場を守ってください。子供たちには知恵と悟りを加えて勉強もできる熱い心も増し加えてください。心と思いをこの世に奪われないように守ってくださり、神様を熱く愛せるよう祝福してください。神の子供たちが食べるにも飲むにも何をするにも神の栄光を表すように祝福してください。私は神様を見つけた、体験した、答えを受けた、祝福されたと証しする口になるよう大働きください。父なる神様、感謝いたします。栄光をお受けください。我らの主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。涙の中おらる主、愛の主、それは命与える救いの主。